よく飛ぶね。はい、どうも皆さんこんにちは、藤島です。今回ですね、まあ以前ですね、こちらの横からこう倒してですね、ここに投げ込むっていうカービスリーをやったと思うんですけれども、今回はですね、縦から、まあ横か、まあ一応両方縦か、まあ飛ばし方がちょっとですね、前回のやつと異なるで、多分前回のこの落とし方よりは簡単だと思います。今回のやつはね、くるっとやってこの中に入れるって簡単って言ったのに、もう落とすのが僕です。まあ、結構お手軽にはできるんですけど、見た目は結構かっこいいカーディストリーなんじゃないかなと思います。で、意外とね簡単にできるので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで解説どうぞ。はい、では解説していきます。まあ、簡単とは言ったんですけど、こちらの画角から撮るとですね、難易度が激ムズになります。はい、まあ、ただ持ち方だったりとかのお話はこちら側からの方がやりやすいので、行ってみましょう。まずはアッパーカットで2パケットを左手に送ります。で、最後に残ったパケットはこれぐらい少なめの方がいいと思います。そしたらですね、中指親指をこちらの配置にしていただいて、まあ、よくあるクルリンをします。これですね。で、人差し指をですね、下につけるまで回転させてください。で、このように縦にして親指を外してクルリンと落とすっていう感じでございますね。落ちました。なんか1回2回でこれぐらい、まあこれもちょっと多いぐらいかな。で、左手はどうするかというと、小指を下に配置して親指でこの角をですね、半分ぐらいを持ち上げます。まあ半分じゃなくてもここに隙間をつければいいっていう感じなんですけども、こう持ち上げてこのようにパカッと終わります。で、ここにさっきの投げ方で入れるっていう感じですね。ちょっとやってみますけど、この角度は無理だと思う。この距離感がすごい大事になってまいります。お、あ、カメラ越しは激ムズです。まあやり方は今のような感じですね。1回2回くるんでやって、ここパカッと開けて、ここパカリャー、なにゃにゃにゃ、むずいわ。投げ込みます。で、余裕がある方は1回2回ってやった時に斜めにしてですね、1回シザーカットを挟んでこのポジションになってパカッと入れてあげるっていうのでもいいかもしれないですね。カメラ越しで入れれる気がない、入れれる気がないんじゃなくて、できる気がない、できる気がしない。ちょっと日本語難しいね、ごめんなさい。はい、またやり方は結構単純なんで分かったと思うんですけど、ただカメラ越しが激ムズっていうだけですね。そして、ああ惜しい、今のは閉じればできたな。1回2回余裕がある方はアッパーカットシザーカットで、このような感じで投げ込むという感じですね。で、今1回転、この回転で1回転でカードが入っていくので、この回転してピュッと距離感があると思うんですけれども、それが最初ちょっと掴むのは難しいと思いますので、最初はですね、この隙間を作らずに今みたいな感じで、ただ落としてどれぐらいの距離でこのパケットがですね、回転してここに着地するかっていうのを研究してみていただければなと思います。その距離感さえ分かれば結構簡単だと思いますね。あと細かいですけど、 PRC 製だったりとか、あとは台湾製とか、結構カード自体がですね、くっつきやすいので、このパカが摩擦でくっついて上がりづらいっていう時も結構あります。なので結構 USPC 製がおすすめかなと個人的には思います。まあ細かいけどね。はい、では一応こちら側からも解説していきます。カメラ越しじゃないんで絶対成功すると思います。はい、ハードル上げとこう。2回やってくるりんで、親指で上げる。やっぱ成功したぜ。まあこの本当に飛ぶ距離感ですねを結構掴むとやりやすいよって言おうとしたら、そういうなんか失敗するんだよね僕ね。そういうこと言おうとしたら、やりやすいよとか、なんか簡単だよとか言うとね、失敗するし、今の何ですか。拾います。1回2回で余裕がある方はシザーカットとか、こんな感じでございますね。うん、まあ、カメラ越しはよりはもう100倍やりやすいですけれども、まあ、この距離感が本当捕まえればですね、結構簡単にはできて、見た目はですね、ちょっと派手なカーディストリーだと思いますので、今危なかったけど、なのでそんなに中級者以上というわけじゃなくて、結構初心者向けのカーディストリーかなと思います。見た目よりはね、はい、見た目は難しそうだけど、やってることは結構初心者級って感じで、まあいいカーディストリーなんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひやってみていただければなと思います。まあ、以前やったこちらとどっちが難しいか、ちょっと両方見た方はですね、感想などコメントいただければなと思います。なんかやった感じ、なんか僕的にこっちの方が失敗少ないような気がしている。はい、こっちの方がなんか、まだ距離感僕もつかめてないのかな。やっぱダメだ。冒頭で言ったこっちより簡単説は嘘だったかもしれません。はい、そちらももしよかったらコメントいただければなと思います。こっちの方が失敗多いな。個人的にはこっちの方が簡単だったっていうね。はい、動画の最後で意見が変わりました。まあ、どちらが難しかったなど感想いただければなと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回のカーディストリーなんかでお会いいたしましょう。バイバイ。最後は綺麗に決まったぜ。数字が踊るよ、ビュー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 、バイバイ。